みんなこんばんは。お姉さんの限界ライブ始まるよ。みんなついてこれますか？じゃあお姉さんと一緒に限界ライブをやっつけよう。手拍子。冷蔵庫の中には食べ物がいっぱい、賞味期限が出ない、過ぎてるものもある、何でも焼けば大丈夫。お姉さんは2号炊き分の2回洗いが一番好き。著作権危ない、著作権危ない、音程ずらせば大丈夫。著作権危ない、著作権危ない、音程ずらせば大丈夫。イエイ。じゃあ一緒に行く。
とうございます。東京から来ましたクリエイティブ歌のお姉さんこと松山葵です。夢は世界を調教してみんなを楽しませたいと思って活動してます。今日は、2回目の広島会でみんなに会ってとっても嬉しいです。ありがとうございます。そして横川ゾンビナイト初めて出演させていただいたのですが超楽しいね。みんな楽しんでますか？ありがとうございます。今日のステージそろそろラストスパートになりますが精一杯歌ってみんな楽しんでもらえるように頑張ります。よろしくお願いします。それでは、さっき見た方もいるかもしれませんがもうちょっと自己紹介させてください。お姉さんは、作ることが全体的に好きなお姉さんでオリジナル曲は全部作詞ほとんど作曲してたり衣装とかも作ってますが今日は去年ドンキホーテで買った衣装なんですがそれにプラスちょっとそちらねゾンビ感染症で感染してきたんですけどちゃんとなりきれてますかお姉さん怖くないですか？ありがとうございます。みんなもねゾンビ恐れだったりめちゃめちゃ本当に楽しいです。で今日歌ってる曲は全てお姉さんがねお姉さんのオリジナル曲です。いいなって思ってくれたら後に松山葵で調べて YouTube とかでライブ映像とか見れるのでいっぱい聴いてくれたら嬉しいです。では次歌う曲はお姉さん動物園という曲になります。お姉さんもともとアニソンシンガーになりたかったんですけどなれなさすぎてみんなに応援してもらって地元だったテレビ局テレビ埼玉さんのテレビ放送枠を買い取ってオリジナルテレビアニメを作りました。そして今なんと限界アニメ松山葵物語というアニメ第4期、毎週土曜23時50分からテレタマさんと松山葵の YouTube で放送中です。だから今日ね帰った後ちょうど松山の YouTube でも見れますのでぜひ見てくれたら嬉しいです。でその主題歌を歌います。でこの曲はみんなが人間の心を忘れて動物になれる曲です。今日はゾンビじゃないゾンゾンです。どうじゃ変えやめとこう。やっぱパンパンでじゃあまたねパンちょっと動物になれる曲ということでみんなゾンビかもしれないんですけどちょっとこの曲だけはゾンビじゃない分かんなくなった動物になってほしいです。パオパオゾンがあります。お姉さんと一緒にパオパオしよう。で最後うまくできたら褒めてあげるから褒められたら胸に手当てて小さめにありがとうございますって言ってくれたら嬉しいな。みんな言ってくれますか？ありがとうございます。それでは聞いてください。お姉さん動物園。さあ行こう楽しい動物たちの国でみんな一緒に大変身。行くよはいパン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 パ
と一緒に桃揚げしたり、ちょっとねすごいお客さんいっぱいいるからかけっこするんだけど、周りの方に迷惑にならない程度にかけっこ、そしてちょっとねエクササイズして、最後足に力を込めて一緒にビクトリーで、もしかしたらゲーム見覚えある方いるかもしれないんですけど、楽しい曲となってます。なので今日初めて横川ゾンビナイト来れて本当に楽しいです。みんなお姉さんと一緒に優勝してくれますか？ありがとうございます。それでは聞いてください。勝利の七転び起き。Thank you.
私もね、桃揚げあもう見えてない、ね、もう精一杯の桃揚げ出席でもははもうしっかりすごい出番前にありがとうございます、ありがとうございます、よいしょ、楽しかったね、楽しかった、できたしね、みんなタッチタッチできた、タッチしたよ、タッチできた、できたね、桃揚げしてエクササイズして寒いね、そう温まったかな、温まってる、ずっと温まってる、でもすっごいたくさんの人が、皆さんありがとうございます、こんばんは、こんばんは、いかがゾンビナイト楽しんでますか、なんかちょっとごめんね、私も悪かったね、微妙だったね、もうちょっと楽しんでる感じだぞ、いくよ、横川ゾンビナイト楽しんでますか、楽しい、いやもうね、素敵なステージを見せてくださった松山葵さんとですね、今から、コラボで歌を歌わせていただきたいと思います、本当に今日東京からありがとうございます、ありがとうございます、本当に楽しかったね、本当に楽しかった、終わってほしくない一生 MC をして時間吹き伸ばしてくださいでもそんな葵お姉さんは明日は大阪に寄ります、いやいや、大阪から来てるって方いますか、あ、ないの、じゃあ明日大阪に行くよって人は、その時はぜひよろしくお願いします、また広島に来てください、はい、ということで、次はね、一緒にコラボをさせていただきたいと思いますちょっと血余り大丈夫ですか今からね、コラボさせてもらうので皆さん、アイドルの曲がこんな感じの曲あるんだって思って楽しんで盛り上がって、いっぱいいっぱい盛り上がってほしいなと思います、それでは曲をお願いします緊張する、うん、あ、はい、わかりました、初恋サイダーキスをあげるよ、今気づいたのに、どんなことまでも足りない Oh, okay.
ティの前の方で、物販、はいはい、交流タイマーをされてますので、皆さんぜひ遊びに行ってみてください。松山葵さんとコラボでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日は愛ちゃんのステージを楽しんでってね。あ、じゃあね、かわいいね。東京でも私の活動をさせてもらっているんですけれども、あ、自己紹介しておきますね。すいませんね、忘れてました。もう顔ゾンビだしね、誰かわかんないよね。皆さん改めまして、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。踊ってみたから旅立した広島のモモドル、ふたもも天使の I love you 愛理です。愛理ちゃんと覚えてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。普段はね、広島と東京を中心にアイドル活動させてもらっています。さっきね、コラボさせてもらった葵お姉さんとはその東京で出会って、東京でコラボさせてもらったりもあって、今回こうやって横川のね、広島のイベントに来ていただくことができて、もう本当に本当に嬉しいです。そして横川ゾンビナイトね、今日が最後でもうあとちょっとしかないんですけれども、実はね、今日のここのステージ私が最後なんです。わー、なので最後まで皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。通路がね、通れるようにちょっと皆さん前の方に寄ってきてもらいながら、周りのね、歩いてる方のね、ちょっと邪魔にならないように、でもいっぱいいっぱい盛り上がって楽しんでいってくれたら嬉しいです。なんでセーラー服なんですか。アイドルだからです。それでは聞いてください。立ち上がれ。
い。